せーの、ほやほやかぶしょこ新婚夫婦、イエーイ。すごい、あ、昔さ、うん、これ生まれた時に泣いて大泣きしてたもんね、この挨拶、ね、挨拶で、ね、今はもう元気です。やったー、はい、ということで今日の動画は、はい、妊娠糖尿病のお話をしたいと思います。はい、はい、はい、私、うん、一人目の時は、はい、妊娠糖尿病にはならなかったんです、なんとか。はい、今妊娠中なんですよね。そう、二人目妊娠中なんですけど、一、はい、人目の時は大丈夫で、はい、今二人目安定期ですね、はい、安定期中期になるんですけど、はい、中期で診断が妊娠糖尿病ですねっていう診断になりました、はい、その一応、安定期の前1ヶ月前に妊婦検診でちょっと引っかかったんです、血糖が。ね、怪しいみたいなね。血糖がその尿と採血を毎回するんですけど、妊婦検診って、その時に、あ、結構ななんか上がってたの、その血糖。そう。で、それはなんでかって言ったら、私、その前にカツサンドとミルクティーを飲んでたのね。検査直前ね。そう。ギリギリ。それがちょっとね、不妊治療の、はい。場所と病院が2つ行かなきゃいけない日で、はしごしたね。でもう急いで食べた日だったの、だから引っかかったんだって私は勝手に思ってたの、はい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 、急いで食べたし、その後にまさかの尿検査がまたやるんだみたいな、その、何も食ってない状態でだったもんね、しかもそう、不妊治療でペコペコになっていって、また尿検査そこでもして、また尿検査、採血もしてって感じ。ちょっと2回ね、その病院違うとこなんでやったんですけど、それが引っかかっちゃって、再検査来てくださいって、再検査来てくださいって言われて、あ、これが噂のっていうやつで、その再検査がなんか3時間4時間ぐらいかかりますってやつで、前日の夜9時からご飯食べれず、もう飲食禁止で水だけ、水のみ、ガムとかそういうものもダメで、で朝行って、すぐ尿と採血をして、でその後、すぐ炭酸を、その採血した後すぐにその場で飲んでくださいっていう、甘い炭酸水、甘ったる炭酸水の、バリウムとかではなく、そう、それがもう本当コップ一杯結構な量なの、でね、カブはよく炭酸飲んでるからさ、炭酸水飲んでる、慣れてるかなって思うんだけど、私は結構炭酸水、そこまで飲めないのよ、めっちゃ頑張って、頑張ってくださいみたいなこと言われながら飲んで、飲んだ後の60分後に、またそれ食べたらダメなの、そのまで。で、60分後にまた血を取って、で、またその後60分後に、どのぐらいその、また変化したかをね、だから全部で2時間にはなるんですけど、でもなんかもう結局、病院にいたのはもう5時間ぐらいいたんですけど。いやー、その時は、預けてたか僕が見てたか、どっちだったっけ、その時預けてたかな。だからね、まだ一人でだったらよかったよね。あ、もうそう、忘れていけないからね、検診は。その時に、あ、多分今回は大丈夫かなって思ってたんです、そしたらそのね、3回のその血糖値の、数字が数字で出ました。そうなんです、基準値があるんですけど、最初1回目が大丈夫だったんです、それが92以上だったらダメなんですけど、83だったんですよ、で大丈夫ってことなんですけど、空腹時は、だから炭酸を飲んだ後、180超えたらダメなんですけど、180だったんです、ぴったし。そう、その180ぴったりだからもうダメって言われたんです。へえ。で次が153よりダメだ、上だったらダメで、171だったんです、で2つダメだともう一応糖尿病っていう診断になりますって言われて、糖尿病だったんです。なので一応これ妊婦検診で赤ちゃんは順調ですよって言われた後に、最後に先生からもお話があるのでみたいな感じで言われて、糖尿病ってなって、でこれから妊婦検診プラス、内科の方も検診になりますみたいなってなって、でまた来月、来月かなと思ったの、そしたらまさかのもう結構なんかやばいのか、もう本当に3日4日後ぐらいに内科の方の検査、検査なんかよくわかんないんですけど、ちょっとあんまり詳しく聞いてなくて、指導なのか食事の、それも多分数値によって変わると思うんですけど、もうそれをね結構インスタとかで書いたところ、
もう結構そのインスリン打ちましたとか、はいはいはい、こうなんていう手で血を出して毎回自分で計測するやつとか、はい、腕に巻いて計測する、うん、あるよね、うん、とか、なんか結構ねショックだったの、言われた時糖尿病って。だからすぐ調べたら、うん、調べてもあんまりそこまで出てこなくて、うん、なんかそういう本はあったんだけど、2人目で糖尿病になりましたっていう本があって、うん、巨大化するって子供が、うんっていう可能性もあったり、その胎児が中で心臓が止まったりとかする可能性もあるみたいなことが書いてあってね、本みたいな。怖いよね、そういうの。結構その胎児がやっぱ、うん、心臓が止まるっていうのは結構さ、うん、私の中でショックというかさ、それはね、ってなっちゃって、うん、あ、私糖尿病なのかってなって、結構ショックをずっと受けつつ、うん、その夜泣いたもん泣いた、号泣した。そうね、しょうこちゃんですね、しょうこちゃん泣いてたけど、しょうこちゃんが泣いてた、ね、そうそう、うん、そう、うん、まあでも、うん、世の中には、うん、そういう人もたくさんいるみたいなコメントがね、そのいっぱいあって、そうそうそう、でなんかそこまで、うん、そんなに深く重く考えなくていいですよっていう、うん、経験者の方からのメッセージがすごいいっぱい来たの、うん、なんか結構ね、やっぱり最初なった時はショックっていう人がすごい多くて、うん、でも治療したらなんとかなるし、入院してる人もいるんだけど、うん、なんとか食事をちゃんとしてたらなんか大丈夫なのでみたいな、うん、野菜を最初に取りましょうみたいな、うん、だから順番とかそういうのが大事なのかな、うん、でもそれはまあちょ明日行くので私病院に、ね、詳しくはまたどのくらいのヘビーさかはまた明日変わるかもしれない、分かんないんですけど、またねそれで、ね、ちょっと気持ちが変わったりもするかもなんですけど、うん、なんかそういうメッセージがすごい励ましのメッセージすごいいただけて、経験者の方から、うん、だからなんかちょっと今は、まあ、食事をちょっと気をつけてはいます、うん、本当に今までの食事をだいぶ変えて、いや、翔子ちゃんはもともとすごいなんか細いのに全然食事がなんかそれっぽくないというか、めっちゃいつもおにぎりいっぱい食ってるし、イメージ的にね、あとポテチめっちゃ食ってるし、コーラ飲んでるとかはないけど、なんか思ったよりジャンキー。あ、そう、あと私座りの時にすごいフルーツを、うん、桃をね、あ、まあ確かにそれはでもなんかフルーツでもフルーツもダメなの、ね、ダメなの分かるけど、でもそのね、うん、フルーツで改善するっていうのも書いてある、はいはい、だから本当に何が正解で何が、はいはい、とか分かんなくて、今回のやつ結構調べても、うん、だからもう本当に先生のね聞くしかないかなと思うんですけど、ね、年齢は関係あるんですかね。年齢もある、高齢出産と、うん、あとその痩せてても太ってても関係ないっていうのが糖尿病らしくて、あと妊娠中になりやすいらしいの。まあもう妊娠中だからね、そう、妊娠中っていうこと、理由はそれ以外はもうないというかね、本当にそうなんかなりやすいみたいです。まあもともと尿検査とかでもちょっとフルーツとか食べていくと結構引っかかりやすかったりもするの。でもさ、逆にさ、そのやっぱちゃんと検査してるってことはそれぐらい大事なことってことだもん ね。 あ、そうだね、なんで毎回こんなに1位取るんだろうとかさ、あ、そうだね、検査するんだろうって言ってたけど、ここでね、やっぱりちゃんとあるんだね、やっぱりね、健康に赤ちゃんを見ましょうっていうね、うん、だからちょっと私妊娠して、うん、その体重増えてもいいってやっぱり思ってたの、うん、遅いからね、元々妊娠中は、うん、体重でね、だからもっと食べてもいいとよく言われてたから、それも、うんうん、で2人目って気にしがち、なんか1人目でちょっと増えたりとかして、うん、2人目は気をつけようっていう人が多いから、逆にそんな増えないから逆によくないらしいっていうのも聞いたりしてたから、いろんな、なんか変に調子こいて食べてたの、うん、でも別に1回目も太んなかったし、うん、今も別にそんな、そう、体重はね、その妊娠してからは全然あんまり増えてないんだけど、まあ、順調な感じに増えてる感じなんだけど、うん、だからいや渡されたからだからまあ、うん、ここからはまたちょっとね、ちょっとずつお伝えできたらなという感じで、うん、私 YouTube でもやっぱりまた糖尿病のことに関して調べたりもしたんだけど、はい、まあちょこちょこいらっしゃったりはしたんだけど、はい、まあ、人によって全然違うから、これも、うん、なのでもう私はこんな感じっていうのを伝えていけたらなっていう、うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、感じかな、これですね、はい、ね、いや本当にね、うん、次から次へと、うん、大変ですね。まあでも何よりも、うん、まあ、ちゃんとやっぱ言ってなかったけど、うん、安定期に入った
夫人。そう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 。それはもう。なのでまあここから、うん、ありがとう。うん、安定期入りましたっていうのは結構大きくない？うん、うん、大きい。すごく大きい。うん、はい。まあここからその安産祈願とかもいけるし、はい、今が一番過ごしやすくて運動もいっぱいしてもいい時期にはなるので、はい、まあ健康的に過ごせたらなっていう感じです。うん、はい。はい。またお伝えしたいと思います、はい、それではまたお会いしましょう、はい、コメントの方待ってますバイバーイ。めちゃめちゃ空気読めるじゃん。すごいトークがエンディング感あったからそう分かってんだよ。すごくない？ナイス。めちゃめちゃ天才じゃない？師匠ナイス。やばくない今の本当にセンス抜群でしょ。おしまい。